の方が、はい、出身僕はそうっていうことですね。そうですね、香川です。なんでご存知なんですか。ここは聞いちゃってたよね、先に。ちゃんとね、サイトチェックしましたね。いやツイッターもチェックしました。ダダ漏れだ情報がね、今の社会の情報が全てなんでね。怖い。めちゃめちゃマウス持ってましたね。やばい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 。ネットでカチャカチャする。ああ、情報戦で、ね、情報弱者は負ける運命なの。それ情報戦ですよ。そうですね。負けている運命です。おめでとうございます。ありがとうございます。出身が香川ということで。はい。僕と同郷ですよね。ああ、そうなんですよね。びっくりしました。はい。今日は地元の自慢とか。うどんです。あ、でも最近うどんです。うどんですね。うどん以外あるでしょう。でもなんかその僕も押したいものがあるんですよ。あ、どうぞ。え、月鳥。あー、はいはい。一角ね。一角。希少糖とか、ね、あー、ありますね。すべてはうちわとかも。うちわはマイナーじゃん。うちわマイナーかな。え、でもどんなうちわ。でもやっぱりうどんですよね。結局うどんやね。結局うどん、うん、うどんかハマチか。あ、ハマチは美味しいね。確かに。オリーブハマチ。海産物美味しいかも。美味しいね。意外と、ね、意外と本当に隠れた名産。そう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 。あんま言わんけど。島国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 。なんだと。島国。なんだと。日本だぞ。って香川県って関西なはずなのに、関西の人に、え、僕関西出身ですよって言って、香川県です。って言ったら関西ちゃうやんって言われるんですよ。おかしくないですか。いや関西じゃなくないですか。関西です。四国。四国。四国でしょ。東か西かで言ったら西でしょ。それは西日本じゃないですか。関西。関西関西ですね。まあ、関西ですね。橋渡るだけなんですね、うん、そう距離的に。でも徳島は関西じゃないですか、うん、関西って言い張ってるじゃないですか、うん、急に香川は関西でなくなります。ずるいよ ね。おかしいよね。なんだろ関西なんです。いやでも今香川県お願いします。ぜひぜひ観光で。これ何の話でしたっけ。何でしたっけね。あ、地元の話。あ、地元多く休日。ああ、あの職業が声優ってことなんで、はい、はい、一応日頃普通の生活してて、はい、職業病みたいなこと。ああ、気になる。アニメとか見てて全部自分で言っちゃう、セリフを後追いしちゃうことが多いですね。あ、そうなんですね。それなんか放映中にってことか。ですです。すぐ後にです。いや、もう放映中にですね。あ、今のセリフいい。このセリフうまいな、ちょっと真似しようみたいなとか、うん、あとはなんかやっぱりその結構競争社会なんで、うん、あー、この人に負けたんかみたいな。あ、ありますね。ちょっとこの人の演技あれやなと思った時にそう思う。この人いやじゃなくて、うん、キャスト発表とかがあるじゃないですか。見てこの役やりたかったなみたいな。ああ、演技見てってことじゃなくて。そうですそうです。受けてて。そうですそうです。そもそもまだ1年目なんで受けれてすらないっていう状況なんで、いや余計悔しいですね。そうですよね、知らなかったとかね。うん、ちょっと悔しいですよね。そういうことが多くて最近まともにアニメ見れないんで。ああ、そうなんです。辛くなるんで見てたらなかなか内容とかじゃなくてその職業の、ね、そうそうそう、なかなか見れないですね。声優の演技とか早くちょっとそんな主演とかバンバンやってまたアニメ楽しく見たいな。そうっすよね。自信をつけれたら、ね、うん、僕らもあるもんね。思います。そう思います。めちゃめちゃ強い眼力が強かった。眼力一緒にしたい。嫌です。めちゃめちゃすごい眼力で見られる。心からの訴えがすごかったよ。僕らもあるよね。漫画の背景ばっか気にしてしまってキャラ1個も入ってこんみたいな。雑誌とかね。あるよ。キャラ、このキャラクター、あの描きたいみたいな。ああ、そうなんですね。キャラのセリフとかを見るんじゃなくて、うん、このキャラクターの造形とか、ね、髪型とか見てしまって。いろんな線で描いてるから。そうそう。アシスタント、アシスタントとか知ったら、この人影から描いてるのか、光から描いてるのか。変なところが組めちゃって。全然気にならないところばっかり、すごい。お互いにね、うん、そう全然アニメ の, その演技すごいなと思うけど、うん、全然それ見て悔しいとか思うし。職業柄ねありますよね、いろいろとね。強弱めっちゃ気にするもんね。キャラクターのここが強いとかここが弱い。線の強弱、うん、影のところが基本強くなるんですけど、逆の人がたまにいて、この人どういう見方してんのみたいな。面白い。
強弱すらないパターン、あー常に最近最近多いですよね、そういうとか職業綺麗、皆さんもなんか職業病あると思うんですけど、一緒乗り越えましょう。乗り越える、うん、乗り越えるものじゃないと思います。別にいい、僕から聞いていいですか。あ、どうぞ。そのなんかこれからこういう仕事やりたいとかっていうのがありました。最近はラジオとかに1回出させていただいたのと、うん、あとはゲームがちょこちょこってやってるぐらいなんで、やっぱアニメやりたいですね。ああ、そうっすよね。アニメの声優さん目指してちょっとやりたいなと思ったんで、うん、そうっすよね、うん、早くアニメやりたいですね。花形っすもんね。声優といえばアニメの、うん、まあいろんな仕事あって全部楽しいんですけど、うん、全部やってたら楽しいんですけど、やっぱりアニメを憧れやりたくなりますね。さっき言ったようにすごい早くアニメやらないとまともにアニメ見れないんで。そうですよね。それはここは問題があるから、とりあえず早く出て、うん、またアニメを純真な気持ちで楽しみたいです。これからいや僕が連載した漫画がアニメ化する頃には、はいはい、ピコマくんっていうだけでないかなって言われて、ないかないかさえなりまっちょ、なりました、なりまっちょ、なりましたなりまっちょってないなりました、アニメになりました、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 はい、ピコマくん呼びました、はい、これイコマで売れるぞみたいな、あーぜひお願いします、イコマだけで売れるぞっていう状態になってください、ぜひお願いします、任せてください、なっててくださいね。このアニメそんなにストーリーあれだけどイコマ入れたら売れるぞみたいな感じで、それ大丈夫、声優なければアウトなみたいな、何何をか分からん、面白いね、面白い前提がある、そうそうそう、漫画では面白いけどみたいな、なるほど、頑張ります、はい、今まで演技うますぎて見ちゃう、見ちゃう、なるほど、ね、ああ頑張る、見ないでください、声優の漫画ではなくてその声優が入ってからのその、なるほど、そうそうそう、じゃあ土井さんもアニメ化したら1個も使ってくださいね、使いたいですよ、ね、アニメ仕事2本獲得、アニメ化ね、嬉しい今2本獲得、確定してないけどね、すごい予定やけどね未定の予定やけどですね、すごい願望ですけどね、うん、まあでもこっちもね、書いてる限りそういう方向も期待はしてますからね、うん、お願いします、多分ね、共通の目標やね、アニメは、ね、あ、そうですね、とりあえずアニメ化したいっていう、うん、人気が出たらそこにたどり着く、うん、まあ一つの終点、うん、最終目標というか、ね、とりあえずの、まあ、ゴールじゃないけどと やりたいで、そこ今回、うん、今回のドラマ CD の、はい、なんていうんやろ、見どころっていう、聞きどころ、聞きどころ、聞きどころ、うん、聞きどころとな、なるほど、すっげえ演技頑張りましたとか、あここのシーンめちゃめちゃいいですとか、僕褒めてくれてもいいですよ、なんかトラック1から5で分かれてて、うん、そのトラック5つ目にぐっとその主要人物3人のキャラが近くなるんですね、心の距離が、うん、すごいぐっと縮まるんで、1から4までとその5との差を楽しんでほしいですね、皆さんには。ちょっと悩むシーンやもんね、1から4は、そうですね、1から4まででいっぱい葛藤してた主人公たちが5でやっと自分たちの気持ちをバッてさらけ出すシーンは本当に熱かったですね、演じてても楽しかったです。ほんまですか、はい、それはよかったです、皆さんもそこに注目してください、はい、5まで聞いてくださいね、だからそうですね、4でやめたりしないでください、ぜひお願いします、ぜひお願いします、すごい最後すごいいい演技やったんで、やった、生駒くんが、はい、お願いします、ちょっと感動したもん、やったー、ほんまに自分も早く聞きたいですね、まだ聞いてない、おらんかったもんね、まだ聞いてないです、演技の収録いなかったんですよ、うん、そうなんですよね、省かれてたんです、流星の真昼の流星の収録だけ、そうですね、うん、でその真昼の流星が今度また、あ、そうですね、 YouTube で、あ、そうなんですね、それは僕の歌入り、歌入りで、歌入りで、はい、こっちは先に聴けるんでね、うん、流星はとりあえず聴けるんで、一部分だけですか、フルで、いやもうフルで行こうかなと思うんですけど、ちょっととりあえず生駒くんの歌声を聴いていただいて曲も、ね、じゃ自分で言うもあれやけど、あ、本当にいい曲でしたよ、いい曲ですよね、うん、こっちが作詞だ、作詞、うん、作曲、うん、本当にいい曲でした、びっくりしました、時間かけましたもんね、あれすごかった、ちょっと上がるの遅くて生駒くんに見合うかけなんですけど本番3日前ぐらいに3日前に歌詞が上がったと、歌詞と音源が上がってきてすごい、なんか頑張りました、途中ね、歌詞どうしようってすごい悩んで、刑務所でめっちゃ相談したんですよ、メール来ましたよ、ね、夜中の3時ぐらいにね、2人で考えてくださったものを歌わせていただいたんで、うん、本当にぜひね、聴いていただけたら、いや、ほんまにあれは聴いてほしいですね、本当に聴いてほしい、他2曲はどうですか、他2曲も楽しかったですよ、全部
全部3曲とも曲調違ってて、うん、歌い応えがありましたね。あ、まさか。はい、よかったっす。ちょっと3人だから、はい、ちょっと低めでちょっと歌いにくい曲ではある。バラードでしたもんね。はい、どっちかっていう、めちゃめちゃ頑張ってくれたんで、すごい、なんていうんかな、声がすごい、なんていうんやろ。でも僕バラードを歌ってたら眠たくなるって言われるんで、皆さん寝ないように気をつけてください。いやでもすごいいい声なんで、なんていうんやろ、声質がね、そう、リラックス効果がすごいんで多分寝ると思うんですけど。いや寝ないでください。聞いてくださいよ全部。冷えピタ貼ってください。冷えピタ寝ないように、寝ないように一回フルで聞いてくれたら、その睡眠用音声としても使ってくれても。あ、いいですね、それが大丈夫ですよ。まずは聞いてもらうですね、良ければ宣伝してください。その CD 買って周りに配ってくれてもいいので。宣伝お願いします。 Twitter とかでね、イコマくん良かったみたいなことを言ってくれたら嬉しいなって思います。あの、エゴサするんで持ってると喜びます。全部いいねして皆さんをフォローしに行くんでお願いします。ぜひお願いします。よかったらもうその CD についてのリプとかもめっちゃ送ってあげたらめっちゃ喜ぶと思うんで。めっちゃ喜びます。ぜひね、そういうのやってほしいなと思います。お願いします。僕らにもぜひください。作曲したんですけど作詞したんですけど、あんまり使われてないんで、悲しい。そこはちょっといい、もぐ言いたいところでもあるんですけど、まあ最終ね、いい曲になったからね。あ、あれのね、流星の話ね。いや、流星もその3人3人もやったっけ。愛情始まった、すごいアイディアもらってたね。まあ使われてないですけどね。いや、使ってるよ。え、入らんかったけどちょっと意味変えた。入ってない。ああ、なるほど、意味分かる、ね、意味が一緒やけど語呂が違う。つまり使ってる。つまり使ってる。共同制作ですね。そうですね、多分。まあ、作詞はこっちなんでね。あ、完全に。そうです、作詞作曲ですね。自分は影に置いてる。生駒くんの超頑張ってる。ぜひ聴いてください。お願いします。500円なんで CD。 安いですよね。安いですよね。30分入って3曲入っててね、30分破格ですよね。30分じゃない、500円。破格ですよね。トラック1から5まで30分のショートドラマと歌3曲入って500円、ワンコイン、安すぎるよ。コミケね、次のコミケやる。めちゃめちゃ頑張ってるよね。安い。僕たちめちゃめちゃ頑張ってる。安い、何より安い。ぜひ買ってください。で、KMC も何か出すんじゃなかったっけ。そうですね、今度のコミュニティアも漫画を、すげえ書かせていただきました。すげえ、買います。まあ、まだ頑張ってない。まあ、できてないんですけど、はい、買います。どんな漫画になりそうですか。まあね、普段からその変なね、カブトムシとかね、なんか昆虫とかよく分かってくれてるんですよね。今回ね、普通の田舎の高校の先生の話なんですけど、まあ、ちょっとね、やっぱり人間を人間捨ててる、書いてない。人間を書いてない、田舎の高校が舞台で人間を書いてないとは。普通の田舎の高校が舞台なんで、舞台はそう、田舎の高校で、それは内容も、はい、まあ、高校生らしい、高校生らしい、ちょっと、まあ、いじめだったりがあるのに人間を描いてない。そうですね。どういう、そこまで読んでもらって。あ、なるほど。長いしてるね。僕あのすごい廃れた世界的なのを想像したんです。人間描かないって言ったらね、じゃなくて、そうです。今回はそのちょっとテーマ的には、はい、天気の雨とか、あ、天候、天候のイメージ、はい、がテーマなんです。ありきたりになってしまうと、やっぱりその雨に関係とか、はい、カエルとか雨が落ちとか、カブトムシとかの次はカエルを、ね、ちょっと、なるほど、濡らしたいかん、昆虫から濡れないかん、妖精とかもありますね。すごい。で、その彼が悩んでね、はい、どう解決していくのか、どう成長していくのか、はい、まあ、めっちゃ楽しみ。買います。おめでとうございます。絵面めっちゃ面白くないですね。いや、面白いと思うんですけどね。それ面白くないと書けんすかね。ぜひね、多分面白いと思うんで、
僕一押しの作家なんで、一応、うんうん、ぜひ試し読みだけでもいいんで、ぜひ CD と一緒にお願いします。 CD もね、視聴だけでいいんで言ってください、はい、CD も中身は夏だったかな、テーマが夏、初夏、そうなんですか、梅雨じゃなかった、梅雨だろ、梅雨、梅雨、初夏、初夏、初夏っていう感じなんで、流星が、あれ、かぶってた奇跡のマッチングじゃないですか、さすがコンビですね、さすがコンビですね、リベラルなメンバー、仲良し、仲良し、そう、それ言ったらなんかダメになるじゃないですか、せっかくうまくまとめようとしてたのに、いやすごい偶然ですね、すごい、お前もめっちゃ仲良し、遅い、すが、ちょっとその真昼の流星が遅れちゃって、もう漫画の進行がね、はい、ちょっとよく分かんなくなっちゃったんで、前のやつを再販するか、新しいのかけたら新しいのかけるんですけど、前のヒドラルギルムハーレムね、ヒドラル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 、あの個性的なね、ヒドラルギルムハーレム、ヒドラルギルムハーレム、よく言えますよく言えます、さすが声優さん、違う、なんかね、言えた、初めて言えた、初めて見たよ、初めて、そんなことないと思いますけど、最初に言え聞いて言えたから初めて、いやいや、みんなロドラル買います、めっちゃ面白い、買います、あとヒドラルギルムハーレム、ヒドラルギルムハーレム、もう言えてないじゃないですか、自分が言ってない、自分が言ってない、とりあえずヒドラ、ヒドラル、ヒドラル、ヒドラルって僕たち略してる、ヒドラルちょっとレビューしてみてよ、みんな、ヒドラルなんですけど、ヒドラルギルムハーレムな、ヒドラル、ヒドラルなんですけど、まあその錬金術がメインの話で、テーマで話してるんですけど、うん、かっきりかっこいいで、でまあ自分もあ面白そうって言って最初に聞いて、はい、まあ引き込まれますよね。おお、言い方してくれる。はい、あの引き込まれますよ。うん。世界観に。世界観に。やっぱり感性が違う。ああ、ね。すごいな、そもそもさん。ねえ、趣味ですね。すげえ、サッカーさんもね。じゃあサインお願いします。あ、任せてください。やったー。来てくれた人みんな書くんでくだけ。おお、あ、僕もじゃあサインします。CD ね。うん。CD 二人分つきますよ。うん、頑張ります。サイン。ちゃんと考えたんで、可愛いやつ、自分で考えてしまう、まだそんな、なんもかサインとか書く機会がない、僕もね、コミュニティ行くんですよね、売り子するんですよ、はい、ね、日本に来るんで偉い忙しいねー、いやほんまに仕事量がすごい、受け付けてるから、売り子さん、売り子さんね、暇だったらいいですけどね、そんなちょっとそんな厳しいこと言わんのかさ、ちょっとなんでちょっと本物やりたい人マジで来てください、お願いします、会いに来るだけでもね、投げキッスも僕たちするんで、行くのかちょっとわかんない、いる投げキッスいらん、いる投げキッスいらん、欲しい人あげるよ、再生数減るから見てください、ごめんなさい、ごめんなさい、カットですね、はい、今それ再生数増えるの僕たち、やるはい、いや、今日はね、はい、コーナーインタビューやってもらっていえいえありがとうございます、いえいえ、収録終わりでちょっと疲れてると思うんで、いえいえ、お仕事ですので全然疲れてないです、すごいこの強靭な精神、プロとして見習いたいです、見習いたい僕たちプロ意識ちょっと低いやつなんで、偉そうに本当ごめんなさい、でもいやありがとうプロとしてね、こっちの作品もね、そうやね、上げていかないと、プロとしてお互いね、頑張っていきましょう、頑張りましょう、これからコミティアっていつあるんですか、コミティアは8月ですね、8月20日です、8月20日、8月20日、あ、ちょっと待ってください、はい、来たんですよ、あ、リベロヤの、あー、なるほど、あれがこの、このスペース、スペースです、スペースナンバー機能29の A、 ジャンル F、 椅子の数2です、それはなんでぜひ皆さん来てください、ちゃんと正式に参加できるということで、はい、すごく嬉しいです、はい、ありがとうございます、いえいえです、収録終わりで8月20日待ってます、はい、はい、僕たちも待ってるんでぜひ来てください、はい、収録お疲れ様です、お疲れ様でした、じゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ。